はいどうもこんにちは、僕はずんだもん。今回もストローク実況をしていくのだ。ユウは強化調整を受けたことによってプレイヤー人口が増加しています。他の竜使いと差をつけたいと思っている方も多いのではないでしょうか。ということで今回は人と差をつける竜の知識3選を紹介します。その1、弱波衝撃セットプレイ。弱波衝撃はガードさせて4フレームから3フレームに変わったことにより、セットプレイに組み込んで密着タス2フレーム有利を取れるようになりました。4強 P ラッシュ、弱竜巻、前方ダッシュ、弱波衝撃、弱竜巻から弱波衝撃セットプレイを狙う機会が非常に増えました。以前の動画で僕は密着状態なので城歩きシミーを狙うことはできないと言っていました。実際調べてみた結果、相手が2フレーム遅れて投げ抜けを入力したらシミー可能です。弱波衝撃セットプレイの後、城歩きシミーを実戦で使っているのですが、めちゃくちゃ有効だということです。相手からすれば最速で投げ抜けを狙えばいいのですが、打撃タクもあるし、何より弱波衝撃をガードした後入力タイミングが難しいと感じます。そういうこともあって弱波衝撃をガードさせた後はシミーを誘うならバクステではなく城歩きがすごい強力でおすすめなのだ。そしてもう一つ気になったのは強昇竜剣後の弱波衝撃セットプレイ。梅原さんは画面端で強昇竜剣を当てた後5弱 P 弱波衝撃を使っていました。以前の動画で僕は難しいからリターンはないと言っていたのだけど、梅原さんが使うなら使ってみたいと思うようになりました。そこで調べてみたのですが、強昇竜剣5弱 P 弱波衝撃をガードさせた後城歩きシミーを成立するためには相手が3フレーム遅れて投げ抜けをしてきた場合となります。戦術した弱竜巻後の弱波衝撃は2フレーム遅れ投げ抜けで城歩きシミーが可能なのですが、なぜ同じ弱波衝撃セットプレイなのに投げ抜け遅れにフレームの差が生じるのか。それは弱竜巻後の弱波衝撃は完全な密着ではないということです。一見密着に見えるのですが若干隙間があるみたいです。ゆえに隙間分だけ投げ抜け遅れ1フレーム分優遇されています。しかし強昇竜剣後の弱波衝撃は画面端で使うため完全な密着状態になります。城歩きシミーをするためには投げ抜け3フレーム遅れが必要になるわけです。ド密着から3フレーム遅れ投げ抜けが求められる城歩きシミーは危険のため、シミーを誘うためにはバクステを使った方が無難かと思います。ただしバクステ後はタス9フレーム有利になるため2中継や5中継を差し込むことになります。弱竜巻後の弱波衝撃も画面端でやるとド密着になるため3フレーム遅れ投げ抜けじゃないとできません。弱竜巻後の弱波衝撃セットプレイは画面中央で使ってこそ強力ということになります。その2、4強 P。 U の4強 P は主にラッシュコンボ用途に使う特殊技、キャミーのキャノンストライクを対空するのに使える。ストライクのうち高度にもよるけど安定して相打ちに取ることができるオーバードライブストライクはカウンターヒットで960ダメージ、4強 P もカウンターヒットで960ダメージ。キャミー側にドライブゲージ2本消費させて同じダメージなので相打ち有利状況にすることができる。もし4強 P が打ち勝った場合のために中竜巻か強竜巻を仕込んでおこう。ティンバリーのオーバードライブ再飲料オーバードライブドローンにも4強 P は安定、2強 P でも対空できるけど発生7フレームの4強 P の方が確実なのだ。状況は限られるけど
昇竜拳で間に合わないときは四強 P を使ってみてください。その3、真昇竜拳。真昇竜拳を当てた後距離が離れて出す8フレーム有利となります。剣の侵入烈波と比べて有利、フレームが少なすぎるしラッシュ速度が遅くて置き攻めはできません。以前の動画ではだからこそあえてラッシュ投げを爆地気味に狙うと紹介。ラッシュ置き攻めをしようとしてあらゆる確定反撃を受けてしまいます。竜使いはそれを知っているので真昇竜拳の後に波動拳を打つ人が多いです。やることがないのでとりあえず波動拳を打つわけですが、同キャラ戦で危険な行為なのだ。真昇竜拳波動拳は起き上がりに強系が相打ち確定します。弱中強の波動拳すべてがパニカン扱いとなり、二強系で1080ダメージが奪えます。波動拳を打った側はカウンターヒットで720ダメージ、完全にダメージ負けしてしまいます。さらに二強系を食らった側は後方受け身が取れず、相打ちしているためフリフレーム展開となります。相手が弱波動拳を打ってきた場合渡す47フレーム有利、中と強波動拳の場合渡す48フレーム有利、通常のパニカンに強系渡す47フレーム有利のため1フレーム分増加なので、に強系を当てた側は安全に前方ジャンプをして置き攻めを仕掛けることが可能なのです。オーバードライブ波動拳ならカウンターヒットして960ダメージ、やはりダメージ負けして双方仕切り直しです。さらにヤバいことにパニカンに強系でドライブゲージ1本奪われることです。真昇竜拳を当てた後はドライブゲージが枯渇していることが多く、ゲージ回復のために時間稼ぎで打った波動拳のせいでドライブゲージを1本失う結果になるのです。ちなみに雷光波動拳とオーバードライブ雷光波動拳は相打ちにならず、二強系を振った相手に当てることが可能です。雷光があるなら打っても OK ですが、はっきり言って真昇竜拳後の波動拳は同キャラ戦では最悪な行為であり、絶対やめた方が良いです。特に竜使いが大勢増えている現在、手癖で波動拳を打つ方が多く、ありがたくに強系相打ちを取らせていただいています。ちなみにですが、同じ同義キャラである剣の2強系ではできません。発生8フレームですがリーチが短く波動拳の足元に届かないようです。要約すると、真昇竜拳を当てた後は信じられないくらい弱いということです。調整案の動画で真昇竜拳を強化してほしいと述べた理由になります。覚える必要はほとんどないけど、空振りに強系には強速等でお仕置きできるのだ。以上、今回は人と差をつける竜の知識3戦の紹介をさせていただきました。竜使いが増加して同キャラ戦をする回数も増えたので、正しい知識を身につければその分有利に立ち回ることができるのだ。ご視聴どうもありがとうございました。